お聞きしたいんですけどその90年代にあれだけあのメディアでも取り上げられてそれでその当時見てた人はもうあこういう団体なんだっていうのみんな知ってたと思うんですよね。で先ほどその、当時は反社会的なことをやっていたということだと思うんですけども宗教法人であり続けたわけじゃないですか。で宗教法人ってあの要するに宗教法人格認めているわけで。で 取り消すすこともでできるんですよね行政側がそれ取り消さなかったわけじゃないですかこれなんでなんだろうってずっっと思ってるんですけど、まあ、オウムはねあれだけのとんでもない事件を起こしたから、ええ、宗教法人格は剥奪されたんだけれども実はねあの1995年に地下鉄サリン事件が起きてでその秋なんですけれども警察庁の幹部と警視庁の幹部に有田さんあの、レクチャーしてくれって言われてであの工事待町のある 建物でレクチャーすするんで,す、うん、でその時の条件が有田さん今日来てる人を誰か聞かないでくれって言うんですよで2 3 0人いらしたかなで聞かないでくれって言ったって気になるんですけれども、うん、目の鋭い人たちが集まってるわけ全国から来て、うん、で終わった後に警察庁と警視庁の幹部と話して「で今日の集まり何が目的だったんですか?」って聞いたらいやオウムの次は統一教会に摘発するんだって。 言ったんですところは何にも動きはなかったじゃないですかいまだないんだけれども、うんはい、でオウム事件から10年経って池袋でその警視庁の幹部お二人と話をした時に、うん、10年経って今だから言えることを教えてくれって聞いたんですよ、うん、でなんでオウムの次は統一教会だって言ったのにだめだったんですかって一言ですよ政治の力だった圧力それで今にきてるんですよ 本来ならば霊感商法をやっているのは信者さんたちであるというのはもうこれは明らかなことで裁判でも明確になっているんだから本来ならば宗教法人格をどうするかというのは社会問題にならなきゃおかしいんですよね、うん、今でも、うんえー、一回、してみてます。